はい、どうも皆さん、こんにちは。ドクターカエルです。今回は久しぶりにガラスペンじゃなくてインクがメインの動画となっているんですけれども、それが、はい、こちらとなっています。大人気イラストレーター、白熊ななみんさんの本が発売されました。白熊ななみんさんは、この表紙にもある通り、めちゃくちゃ可愛いイラストを描かれている方となっていまして、 YouTube もされていて、いろんなインクやガラスペンでお絵かけされている動画もたくさんアップされていますので、ぜひ気になった方は見てみてください。改めて人気イラストレーターの白熊ななみんさんが発売した本の題名が、はい、ガラスペンとインクの楽しみブックということで、本の中身っていうのはお見せできないんですけれども、ガラスペンの使い方とか、白熊ななみんさんお気に入りのガラスペンとインクがかなり詳しく紹介されていたり、あとは最近流行りの下書きをなぞって楽しむ名取書きのページもありましたね。白熊ななみんさんはパラグラスさんのガラスペンもお好きみたいで、普段の動画にもよく登場しているイメージがあるんですけれども、そのねガラスペンが表紙にも秋うららとかツーウェイガラスペンが載っています。私もパラグラスさんが大好きなので、これは嬉しいですね。そして今回はインクの紹介ということで、こちらの本には、はい、白熊ななみんオリジナルインク付きということでね、なんと3色もインクが付いているので、早速こちらを見ていく前に、こちらの本っていうのは2種類ありまして、こちらは涼やかセットとなっているんですけれども、はい、もう一つがほっこりセットとなっています。こちら中身の本自体は一緒なんですけれども、このついているインクの色が違いますので、今回は合計で6色のインクを見ていきたいと思います。まずインクのサイズは小さめの 6ml の小瓶となっていまして、このラベルのところなんですけれども、白熊ななみんさんの可愛いイラストが描かれています。涼やかセットは朝顔色、南の海色、風鈴色の3色となっていまして、この真ん中の南の海色に関しては、はい、こんな感じでラメ入りのインクとなっています。ほっこりセットはシワフ色、卵焼き色、コーヒー牛乳色の3色となっていまして、こちらの方はこの卵焼き色の方が、はい、こんな感じでラメ入りインクとなっています。涼やかセットの方は名前もシンプルでおしゃれなんですけど、こちらのほっこりセットの方は他にはないような名前でほっこりするような感じですね。個人的にはこの卵焼き色っていうねネーミングセンスが一番好きです。ちなみにこのインクの名前っていうのは白熊ななみんさんご本人がつけたみたいですね。それではここからは実際にインクの色を見ていきたいと思います。せっかくなので今回は、はい、こちらのパラグラスさんのガラスペンを使っていきたいと思います。そして紙の方なんですけれども、こちらのノートさんの塗りたくり絵を使っていきたいと思います。こちらはパッと見はただの真っ白な紙なんですけれども、インクを塗ると絵柄が浮かび上がる面白い商品となっていまして、どんな感じかはこの後の動画で実際に見ていただければと思います。それではどうぞ。
はい、ということで今回は大人気イラストレーター白熊ななみんさんのオリジナルインクの紹介でした。いかがでしたでしょうか。実際にインクカードを作ってみてもどれもすごく綺麗な色でしたし、個人的には青緑色が好きなので、よいしょ、はい、こちらの南の海色が一番好きですね。こちらはラメリインクなのでゴールドの色もすごく綺麗に光っています。こちらの商品はこんな感じで、1冊につきインクが3色もついていまして、本の内容もねすごく面白いものとなっていましたし、インクの色も綺麗でしたので気になった方はぜひ購入してみてください。ただ1個だけ気をつけることがあるとすれば、こちらの小瓶は 6ml と小さめのものになっているので、この上の瓶の口の部分が狭いので、ガラスペンの種類によってはちょっとインクがつけづらいっていうことがありますので、今回私は少ししか文字を書かないので瓶を斜めにしてガラスペンをつけていたんですけれども、こうするとこぼれてしまう心配もありますし、もしかしたらガラスペンのペン先が欠けてしまう可能性もあるので、普段使う場合はスポイトとかを使って別の容器に移してガラスペンにインクをつけるのをおすすめします。私はこの本を Amazon で購入したんですけれども、書店でも販売されているみたいです。それと期間限定でこのガラスペンとインクの楽しみブックを購入して写真を撮って X にアップしますと、10名様に同じくワニブックスさんから販売されているガラスペンが当たるキャンペーンが開催中みたいなので、よければ参加してみてください。詳細は概要欄に貼っておきたいと思います。ちなみにそのもらえるガラスペンのアマゾラっていうものは、私は以前に別の動画で紹介していますので、そちらも合わせて見てみてください。それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。このチャンネルではいろんなインクやガラスペンを紹介していますので、よければ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。